ルーマニアとモルドバを学習する際のポイントは、必ず2カ国ワンセットで学習することです。この2カ国は同じ歴史をたどっており、歴史に翻弄された結果、2カ国に分かれたというふうな背景があります。そのため、当然ブドウ品種も似ており、文化やまた料理に至るまで似ています。続いてのブルガリアは、ルーマニアの南に接している国で、ギリシャや黒海にも接している東欧の国です。東欧諸国の中では非常に珍しく、国際品種が早くから栽培されている国で、かつブルガリアだけの土着品種もやはり存在します。他の国と似ていないため、東欧諸国の中では比較的独立して学習しやすい国と言えるでしょう。続いてのギリシャは、皆様のイメージ通り土着品種が非常に多い国です。またエーゲ海には大小さまざまな島が点在し、そこでもワインは作られています。近年ギリシャワインは日本でも見かけることが多く、その味わいは極めて洗練されており、国際的にも評価をぐんぐんと伸ばしている、そういう国でございます。最後はジョージアです。最近までグルジアと日本国内で呼ばれておりましたが、ジョージアというふうな呼び方に修正されました。ヨーロッパの最果てに位置しており、考古学的にはこのジョージアこそワイン発祥の地とされています。近年世界的に一大ムーブメントを巻き起こしているジョージアワインですが、その理由としては2つ。まず1つ目は、ワインの製法が世界で唯一世界遺産に登録されているクベブリ製法ということ。2つ目に、オレンジワインが流行していると。この2つによるものです。世界でも最もユニークな産地と言えるでしょう。